敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S。容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ。地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行してください。情報漏洩を防ぐため緊急事態を除き地上か2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。しまった。 9S、 命令はハッキングであって撃破ではありません。壊してしまうと再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。
わかってるよ。ギュッとハッキングってなんだ。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただなんだかあいつら。防衛システム稼働率低下を確認。もう少しだね。順調なようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。はあ、また破壊してしまったんですか。ギュッとハッキングするんですよ。ギュッと。交代の敵が配備されると思うので、次こそはお願いします。了解です。9S へ、聞こえますか？聞こえます。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。忘れてた。
君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解、この作戦が終了したら対応する。報告、目標の大型機械生命体に直接ハッキングするのは不可能。特殊なプロテクトを検知、機械生命体以外からのアクセスを拒否している模様。推奨、まず小型の敵警告、予定されていた作戦区域から離脱中。推奨、作戦区域への早急な復帰。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。
システム稼働率低下を確認。もう少しだね。順調なようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。9S へ、聞こえますか？聞こえます。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。あ、忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。これで分担は全部かな。推奨、戦闘状況が悪化する前に 2B と合流。分かってる。2B との合流地点を地図にマーク。敵防衛システム完全に沈黙。やればできるじゃないですか。いつもできてるよ。素晴らしい成果なのでご褒美を用意しました。私の部屋に置いておくので後で取りに来てください。ご褒美？
防衛システム完全に沈黙。やればできるじゃないですか。いつもできてるよ。素晴らしい成果なのでご褒美を用意しました。私の部屋に置いておくので後で取りに来てください。ご褒美？始まった。2Bさんの作戦開始地点は廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい現地で 9S さんと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類会議、地上で奮戦しているアンドロイド諸君、我らが誇る精鋭ヨルハブ隊が敵ネットワークユニットアダムおよびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩だ。我々月面の人類も喜びの声に満ちている。今後のさらなる諸君らの健闘に期待する。人類に栄光をあれ。
B。 状況は？作戦は開始。先行部隊はすでに交戦。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。援護に向かいましょう。了解。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。こちら砲撃部隊オメガの 8B 担当区域を制圧した。こちら 3B シータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。悪いですね。報告、敵性機械生命体の反応が通常よりも増加。イブのネットワークが破壊されたのに、どうして奴らは暴走してるんでしょう。私たちは戦うだけ。こちら 4B 先行攻撃部隊アルファ隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。全滅、間に合わなかった。 2B 他のポイントも急いで援護しに行こう。一度ハッキングした機械生命体のようです。遅効性ウイルスを発動させて物理ダメージを与えられないか試してみます。警告、予定されていた作戦区域から離脱中。推奨、作戦区域への早急な復帰。
こちら 4B 先行攻撃部隊アルファ隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。我々もそちらに同行し援護しよう。スービーさん、新たな敵の出現を確認しました。部隊オメガが衝撃を受け苦戦中です。援護に向かってもらえますか？了解。思ったより苦戦していますね。急がないと。こちら遊撃部隊の 2B、 これより部隊オメガを援護する。このまま行けば勝てる。ナイエス、さらに増援が来ないか周辺を警戒して。了解。何この音。ウイルス、トゥービー、ウイルス汚染、さっきの EMP 攻撃がトリガー。なんだ、トゥビー大丈夫？汚染されて
バレてる。そんな、攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号だ。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。イエス、識別回路このままじゃ攻撃できない。はい。ポット、司令部に通信、状況確認。不可能。機械生命体による妨害電波を感知。クソ。2B、妨害電波を出している個体をマークした。わかった。目標地点の情報を入手。マップにマーク。あのでかいのから妨害電波が出ているようです。これでジャミングは解除されたはず。司令部に通信、状況報告と救援要請。ポット、通信ロスト、司令部に接続できず。クソ、まだジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカーが、一体何が。ダメだ、キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕とトゥビーのパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了、 50% 完了、 70% 超えた。ナイエス、まだもう少し。 92% トゥビー、ブラックボックスをログデータのアップロード完了。2B、 司令部に報告を。
司令官。トゥービー、一体何を。地上のユラハ部隊が、僕たちは暴走したウイルス。地上からはそんな報告上がっ、あれは偽装です。現在そもそも命だから、ユラハ部だ。いや、汚染されているのは違うんです。トゥービー、ナインエス、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。正解。汚染。司令官、退避します。扉がバンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも正解。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちが使ったもんだ。ネットワークと民間の設置話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうここの基地は終わりだよ。司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私も。でも、そんな時間。お前たち二人は生き残る義。司令官。それに、せめて最後まで丈夫。トゥービー、もう基地が。司令行け。トゥービー。
のは夜ハブ隊。警告、ウイルス汚染を感知、推奨、早急なワクチン投与。16% に上昇。
NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を検索。報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機械 2B に深刻なダメージ。分かってN21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で回転進化しており除去が困難。警告、ウイルス汚染度 32% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。Yeah.
ウェイルズ・オン・デッド 57% に上昇。 FFCF 回路異常を検知。通信検定に異常な発熱を検知。内部爆発の危険性がある。
反応多数確認。警告、ウイルス汚染を感知。2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号地図にマーク。警告、大型の振動を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。
夜破棄隊 2B のブラ死亡を状況を共有。夜破棄隊 9S は再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も提案だ。確認。え、問題ない。ならば我々は A2 および 9S 同意。 A2 およびそれじゃ、それじゃ司令部を行って2号、ここは私が。ダメ、4号。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の。そんなこと。皇帝、この行動は全随行と必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろ。30秒経過。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定、これは命令ではない。夜破棄隊 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合行動目的の更新。うるさいだまで。否定、本支援ユニットは夜破棄隊 2B の最終命令によって行動中。夜破棄隊 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。
移送用の荷物と思われるオブジェクトをマーク。これで荷物は全部集め終わったな。大型っていうからどんな敵かと思ったら大したことないな。否定。敵機械生命体反応健在。なんだあれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨。敵機械生命体の破壊。言われなくても。くそ、硬いな。Bモードを倒すか。警告。核融合ユニットの出力を増大させる Bモードは危険。攻撃力は増大するが、防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かったな。のような旧型のアタッカーモデルには射撃機能はない。推奨。遠距離攻撃手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の提示。本気せがましい。
警告、危険を感知、EMP 攻撃、推奨、離脱。ここは EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ。了解。圧縮会話も理解した。 A2 の記憶空間内にある。了解した。支援活動の参考情報。気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。レジスタンス。あなた、見つけてきたわ。 2B は？お前の方がブラックボックス。そう。デボル、ポポルタイプのアンドロイドは治療をバンカーなき今
彼女たちが推奨。ありがとう。私たちのタイプは何でも大規模システムのらしい。当時の記録は消去されて、私たちのモデルは同系機は私たちが再び暴走しないようにサンプルと。でもおかげでこうやって、それがあまり無理。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。